もみじなんですけど、これこうやってラフェア巻いてね、これはただこのまま置くんで巻いたんでないの、ちょっとこれから覚悟してちょうだいよって言ってね。これ人間はさ、怪我してから包帯巻くんだけどね、もうこれ怪我するの分かってるからね、先に包帯巻いとくので、なるべくだったら怪我は最小限にね済まわせようとしてるけど、大体この針金巻くってこと自体はもう満身創痍って言って、から、全部傷だらけだからね。だけど致命的傷だらけになることもあるのさ、ガチッといってそれを防ぐためにこういうの巻くんですよ。でやっぱりね、かなりこれを巻くとね、水分の蒸発も防いだりね、まあ、傷も防ぐし、でこれは植物由来のもんなんで、その木にそんなに害はないしね、いずれ取れてしまうっていうか、取るものだからね、針金外すときに。でね、この木はね、思い切ってね、真下に下げてやろうと思ってるの。そしてこう干渉するときはね、こう上げてね、上から何かで吊るの、吊って葉っぱを下に全部、鉢から下に葉っぱ出しちゃうとね、ちょっとふんわりで面白いと思わない？思う？下に風鈴ぶら下げたら余計涼しすぎる。最高いいね、風鈴とかね。もうあれだよ、金魚鉢でもいいし。まあこれでまあいつもとようにこうやってこうやってやるだけですけど、それ巻いてても折れたかどうか分かんない。音で分かるよ、パキッて言うよ。お、今日は冴えてるよこれ。これほんとかい、これわたと締めたような感覚。いや冗談でないよ。これみんな同じ感覚でザーッといって、ここでピタッと収まったでしょ。本当だ。普通はこの辺で終わったりこんなになったりするんだ。これこういうことはそうめったにない。今日なんかいいことある。いいことある。今日これはピタッと、これね、無駄なく使ったでしょ、針金、ってね、この辺から考えてたの。一曲目ちょっとこの辺行くんでね、二重巻き、上の方来たらそうでもないんだけどね、一曲目だけね、ちょっと太いしね、これあれ帽子、ひび割れ防止の意味もあってね、ちょっとこうやっとくと安心なの。やっぱりね、曲げるのは木ね、そんなに辛いかもしらんけど、折れたらなお辛いからね。少しぐらい曲がってるならいいけど、パキッて浮くとさ、やっぱり一応骨折だからね。そうだね、曲げて、ちょっと曲げてるのはさ、我慢してれば治るけど、骨折はさ、人間だ、ギブスはめんきゃんでしょ。だから骨折なるべくしないようにするけど、曲がるか折れるかもしらんけどね、まあ、そうなったら勘弁してもらうわ。こういう感じ、こっちはこっちでまた今使うんだけど、これね、一応ちょっとこれ今このこっちの作業するのに邪魔くせえから、曲げちゃうから、こうでしょ、これ様子、様子見で、最初はね、こう我々なるくって言うんだけど、ゆっくりこうやるんです。最初からここのとこギッてやらないの、俺のようにね、こうやっとくの、少しずつ、でこうやって様子見てるでしょ、これここまで来たでしょ、これね、こんなのは何も兵でもないんだ、これはこういくでしょ、でここは背ね、これ気をつけて、ここで曲げないの、ここで曲げてるでしょ、こういうふうにしてこういくんです。それでね、ここまで来たらね、あとね、こうでしょ、これ以上やるとやばいっちゅうとこが、大体この辺限度なの、この辺が限度、これね、こういうふうになってきて、この辺が限度、今はだよ。そしたらさ、これはね、こことここをね、ちょっともうちょっと細い針金でいいな、ちょっと待ってよ。いや前はこうみんなに負けたぞ。
いや前は曲げたけどこんなに太くなかった。あもっと細かった。そういうことね。そう。これはかなり太い。そしてね太いし、この曲げ方がねこういうのはさ、こういうふうに曲げちゃうとね、何も意味がないわけでしょ。やっぱり鋭角に曲げたいわけさ。ピッと、ピッと曲げたいわけさ。それにはね無理してやると失敗するからね。ここからこう、こっちがいいか。こうやるでしょ。こうやってね、こうかけてきたら、この枝をね、こっちこうかけて、こういうふうにかけて、このぐらいまで、さっきの限度まで覚えてたでしょ。それをこう、まあ、ある程度、こう、様子見て、こうですね。こういう感じかけていくの。こうやって。こう。まあ、これはもっとこうなるか。こうでしょ。こうやって、こうやって、手で曲げながら、うん、それでまあこれはこれでいいんだけど、ちょっと待って、うん、道具がいる。大体どこまでいったらいいか、ちょっと手で覚えて、この形を覚えておかないとね、これギッギッて絞ったらね、もう何もでも絞れるからバキッていっちゃうんでね、大体この辺だな、ちょっとこう覚えておくわけ。大体この辺なんだよね。それでこれを巻いていくんです。ここでどの辺が危ないか覚えておかんけったらね、こんなものをねじり出したら何ぼでもねじっていくからね、パキッと折れちゃうでしょ。さっきはもっと曲がってたね。これ大丈夫だ、これ大丈夫だ、大丈夫だ、ここまで大丈夫。こういう感じね。なる、本当はね、おっパキって言った。本当はね、おっパキって言った。ここでやめるの。うん、今パキって言ったでしょ。うん、入ったでしょ、音。パキって言った。うん、その音出るまでいいの。うん、そのためにこれラファエア巻いてね、いたんでね。どっか折れたと思ったらね、これはね、こういうローでも何でもいいんだけど、あるんですよ。こういうの、ちょっと、こういうものが、こういうものがあるんだけど、これちょっと今、まだ熱っぱるから、これ終わってからやるけど、これつけてね、蒸発防ぐの、これは後でやりますけど、これつけてね、置くの。それで、これ今、パキ言ったから、これでいいでしょ。ただね、こんなんじゃダメなんで、この辺はもうね、こうやってこれ、こういうふうになるから、もう自由に曲がる、柔らかいから、こういうふうにして。1年後でないの。これまた春になったらね、ちょっと芽が芽吹き出した頃にね、ゆっくり1週間に一遍かそこらクイックイってやっていくの。うん、そして一遍にやらないの。まず負ける。そしたらもう夏から秋口にはね、大体こう鋭角になる。ここですから今曲げたの、パキって言ったの。こっからこうなるから、こういきます。これなんとか三兄弟ってあるけどさ、これあれだよな、三兄弟だな。なんだ、何三兄弟だ、値下がり三兄弟。後ろは双子でしょ。うん、後ろ双子かい。これは柔らかいからどうでもなるの。ああ、そうか。うん、これもいや、いずれはね、細いからだ。うん、これと同じ角度にはするよ。うん、同じ角度でないとまずいでしょ。うん、こっちはカクっていくけど、これだけぬるったらおかしいでしょ。うん、だからこれはこれで一応親の真似して、親っていうか兄貴の真似して、こういうふうにいるわけさ、こっちこう、いくわけ。それで、流れも同じようにするわけ。これはね、まっすぐしません。これ今ここでもってね、揺するの、少し、こう。枝をこういう感じに、これね、こうやって巻いてあるから真夏でもいつでもできるからね、一回巻いとくとね。ああ、そうか。ああ、全然、もうそのためにはこういうふうに巻いておけば、もう葉っぱ出てきた時でも真夏でも真冬でもいつでもできるわけさ、こうやってね。
で、まあこれはまだ正式な曲げでないけど、この親と一緒に同じように兄貴でも親でもいいわ、こう来てこう流れをね一緒にしてあるわけさ、こうやってね引っかかってある。いや置く場所も大変だね。置く場所もこれだからぶら下げるの、チューブラリン。でこれ意外とねあれですよ、このラファエアっていうのね意外と今年中に外せるよ。あ、そう。うん、これ癖つくの早いから、うん、これ夏頃になってね剥がりするんだわ、うん、もみじってね、うん、一回新しい芽出すでしょ、うん、その時に剥がりする時にね、うん、このあれ針金も外しちゃうから、うん、その頃までに癖ついていくからさ。あ、そう、うん、そしたらこのラフェア取っちゃってね、うん、そうすると今度は胴から出てくるのいっぱい、うん、こういう風にもう出てるやつはいいけどね、うん、これ何もないやつはさ、うん、これずっと出ないからさ、うん、ではそのうちにラフェア外して日当たって、うん、元気ついたらどっぱらからいっぱいね芽が出てくる、うん、こういう感じで流すんです、うん、こういう感じでね。それでこれはあれですよ、今の姿と全然変わるからね、もっと周りが鋭角になるからね、グッと上がってここでカチッ、グッと上がってここでカキッと、こうこれはもっともっとグッと下がるからね、こういう感じに一応第一段階としてはこういうふうにしておくんですよね、うん、これでしょ。でさっきさパキッて言ったからさ、うん、それはね ここなの。それはねこういう巻いてるものはやっぱり斜めになめた、うん、パキッて言ってるからね、一応安全のためにこの辺だからさっき言ったのね、うん、ちょっと乗ってて、これは全然もうこうやって置いといてやれば最高喜んでるよ。